今の不況についてどう思われますか。まあ、もう俺は不況不況ってそういうのはあんまり感じないんですけど、だって大体にして僕たちが若い頃ってもう30年前とかになると、給料、例えば建設関係だったんだけど僕なんか働いてるのが、その時の給料って変な話10代だったら6000円とか7000円とか普通にあったんですよ。で今の若い人たちが建設関係で例えば働こうとすると、もう初任給から1万1000円とか1万2000円なんていう話もあるんですよ。っていうこともほぼ倍ぐらいのお金がもらえてるんですね。それで逆を言うと、その職人っていわゆる言われてる人たち、僕たちが本当それも若い頃なんだけど、そういう人たちは1万8000円とか2万円とかもらえる人がいたんだけど、そういう人たちが逆に今1万6000円ぐらいとかに下がってて、その要するに入ったばっかりで何もできないような人とか、そういった人たちとあんまりこう差がないんですよね。だから今の若い人とかいろいろこう今の不況とか国へのなんだろう、そういうクレームみたいなの多いんですけど、物価なんか倍になってるわけじゃないし、たかだかおにぎりが 2,30 円上がったっていうだけで大騒ぎするけど、それは多分昔の人の方が全然逆を言えば大変だったと思うんですよね。うん。